電池自動車が遠い将来のものではなくてガソリン車に置き換わっていくような存在でなくてはいけない。普段は、まあ、人をこう運ぶとか物を運ぶため の、 その道具として使っているのが非常時にそういった困っている感じ